正面から見てみましょう。横からもう一度見てみましょう。上から演武線を見てみましょう。結び立ち気をつけの姿勢、八字立ちで構える。猫足立ちにて中段横受け。結び立ちとなり下段払いと中段横受けを同時に行う。さらに下段払いと中段横受け。猫足立ちとなり中段横受け。結び立ちにて中段横受け下段払いを同時に行う。さらに中段横受け下段払いを行う。猫足立ちにて中段横受け。元立ちとなり四本抜き手を行う。体を回し四股立ちになり懸垂にて横に払う。元立ちとなり中段突き。結び立ちとなり拳を腰に構える。四股立ちとなり肘受けを行う。さらに中段突き。四股立ちで肘受け、そして中段突き。さらに四股立ちで肘受け、そして中段突き。元立ちにて中段突き。八字立ちとなる。八字立ちにて肘当てを行う。右手は振り突きのように肩の高さまで持っていく。半歩右へ移動し肘当て。半歩左へ移動し八字立ちとなり構えの姿勢に戻る。結び立ちとなる。型の流れに沿って分解組手を見てみましょう。
最後に後ろから見てみましょう。